委員長、山下平君自由民主党の山下雄平です、先ほど西村大臣の説明もありましたが、あの今朝の段階では、まあ、5県のまん延防止等重点措置の追加というふうに伺っておりましたけれども、まあ、急遽三道県の緊急事態宣言発令という決断をされました。 今日の夜に正式決定だというふうに思いますけれども、つまり金曜日の夜に正式決定される、そして16日、日曜日から適用される、平日、1日もない中で、事業者であったり自治体の皆さん、関係者の皆さんは対応に迫られるんだと、非常に大変だというふうに思います。 この問題は今回に限ったことではなくて、調べてみますと、菅内閣になって緊急事態宣言や重点措置の発令変更は今日も含めて13回行われています、うち8回が金曜日です。今日も含めた直近5回はすべて金曜日ということで、半ば、金曜日がなんか当然というふうになりつつあってですね。 これ週のぎりぎりまで判断したいというのは分かるんですけれども、週の初めが感染者数が少なくて、後半に向けて上がっていくという傾向は、ずっとこれまでも続いているので、やはり早め早めの判断をしていくのがです、ね、あの週末に対応に迫られる事業者、自治体の皆さんの負担を少しでも軽く減らすということにつながるのではなかろうかと思いますので、こうしたことについてのです、ね、改善をぜひ考えるべきではないでしょうか西村国務大臣。 まずあのご指摘のように、いろんな感染状況や病床の状況。 あの厚労省の病床のデータも金曜日に出てくるということがあります。えー、1週間単位で私どもデータを見ておりますので、えー、というのがまず一つあります。ただあの、必ずしも金曜日に決めているわけではございませんで、まあ、知事からの要望もいろんな日にま参りますし、また感染状況、急激に悪化することもありますので、あの必ずしも決めているわけではございませんけれども、それぞれの 地域の状況をでですね適切なタイミングで判断していく、まあ、たまたま金曜日がどうしてもなっているということで、これはあの自治体の皆さんにも、明日1日でさまざま調整をしていただいた上で、日曜日からということで、ご迷惑をおかけしますけれども、まあ、緊急事態宣言、そうした措置、まん延防止等重点措置ということで、ご理解をいただけるようにしたいと思いますし、あのいずれにしても曜日かかわらず、臨機応変に対応していきたいというふうに考えております山下君、えー。調べると安倍政権の時にはあの 金曜日判断というのは一度もなかったのでぜひともその辺臨機応変に対応できるようによろしくお願いいたしますまたあの今回発令の基準というのについてお伺いしたいんですけれども、えー 今回、発令になっていない地域、例えば私の地元、佐賀県であったり、大分県などについてはです、ね、人口当たりの感染者数については、今度、発令地域よりも多くなっております、どういった基準で今回の都道府県を選定されたのか、また、あの隣接県においてはその、そうしたところと同じように、発令されたところと同じようなあの対策が必要なので、ぜひとも支援の拡充をお願いしたいということと、あと、 今回、判断が途中で変わったということで,です、ね、そのことについて、専門家の意見がこういうことだということで、総理に報告されたときに、総理からはどういった反応、どういったあの決断があったのか、お聞かせいただければと思います。西村国務大臣 ままず後者の方からお答え申し上げますあの私自身、日々、尾身会長をはじめです、ね、感染症の専門家と何人かと、連日、1時間程度意見交換を行い、状況分析をしているところであります。そうした中で、今回、北海道、岡山、広島の状況についてもです、ね、強い危機感を共有しておりますし、対策を強化しなきゃいけないと。 いう点は一致をしてきてきるところでありますそうした中で、えー、本日、まあ、多くの感染者、普段私も意見交換していない方も含めて、そして医療現場の方も含めてです、ね、えー、変異株がありです、ね、今後、感染拡大を予想される、また、えー、病床の状況が数字以上に悪いという厳しいご意見、そしてさらに、えー、緊急事態宣言というやはり強いメッセージを出さないと抑えきれない、まあ、こういったご意見をいただいて、えー、緊急事態宣言に改めて諮問をし直したところでありますが、 閣議がございましたので、その機会、その終わった機会で、総理とも専門家のご意見を申し上げ、ですね総理はですねやはり専門家の意見を尊重して対応しようということで、私ども、総理のご判断、こういう対応をさせていただいているところでございます。 そして、蔓延防止等、重点措置なり、緊急事態の判断に際してはですね。やはり水準を見ております。佐賀県大分県非常に厳しい感染状況であります、えー、他方ですね。これ、あの近畿圏の奈良とか和歌山でも共通のことなんですが。 えー、福岡とのこの行き来の中で感染が広がっている、もちろんクラスターは出てます、えー、奈良やわがもそうなんですが、大阪との行き来の中で感染が広がってです、ね、何か特定の施設の時短とか、休業要請とかを強い措置を取るというよりかは、この行き来をあのに万全を期して、できればテレワークとかですね、行き来をできるだけ減らすと。 福岡が広がったことで影響を受けているということだと、私ども理解をしておりまして、あの両知事、例えば佐賀県、大分県知事からも、何かまん延防止等重点措置などの要請を受けているわけでもございませんし、ただ、九州知事会の代表が大分県知事でありますので、広瀬知事には九州全体広がっているんで、ぜひ強い措置を取るようにそれぞれお願いしたいということは申し上げておりまますすいいいいいずれににしししててても連携して対応していきたとう思終わります。 Very <laughs> well.